ケンタッキー州及びバージニア州決議。ケンタッキー州及びバージニア州決議。A. ケンタッキーバージニアレゼルーシオンズは1798年のアメリカ合衆国でトーマス・ジェファーソンとジェームズ・マディソン、当時はゲイア指定によって密かに書かれた州の権限を擁護するための重要な政治声明文書である。この声明は連邦党主導で制定された外国人、 治安処方に反対した二つの州、ケンタッキー州とバージニア州でのみ成立した。この声明は、現代の歴史家の間で一組のものとして議論されているが、実際には二つの別々の文書である。ケンタッキー州決議はジェファーソンが書き、1798年11月16日に、ケンタッキー州議会を通過し、1799年12月3日に、 再度可決された。バージニア州決議はマディソンが書き、1798年12月24日にバージニア州議会で採択された。ジェファーソンとマディソンは2つの文書を書くときに協力し合ったが、彼らが書いたということは、その後何年も知られていなかった。この決議は、州の中にいる個人まで連邦政府の力が及ぶとした治安法を攻撃した。また憲法は、 明役理論によっていると宣言した。すなわち憲法は習慣の同意事項である。連邦政府は憲法で具体的に移植されていない権力を行使することはできない。連邦政府がそのような権限を行使しようとしている場合、その行動は無効である。連邦議会によって成立した法の合憲性を判断するのは州の権限であるとしていた。この決議案は 他の州にも送られたが決議として成立はしなかった。ニューハンプシャー州では新聞がこの決議案を軍事的な脅威として取り上げ内戦の不吉な予兆であると反論した。我々はバージニア州やケンタッキー州が反乱や暴動を喚起する地獄の計画で悲しく失望することになると強く思っている。というのがその論点であった。ニューハンプシャー州議会は次のように決議したが、 他の州の決議も、幾度音にきっぱりとしたものであった。アレクサンダー・ハミルトンの反応は、もっと深刻なもので、軍隊を組織し、明白な口実に基づき、バージニア州に派遣することを示唆した。ハミルトンは、こうした手配をした上で議会に対し、法に従って行動し、バージニア州を抵抗の試練に追いやることで議会と手を組むことをほのめかした。ケンタッキー州及び、 バージニア州決議は、ジェファーソンの党、民主共和党の基本的信条に加わり、1800年の選挙では、党の文書として使われた。この決議が、バージニア州会員のジョン・テイラーによって、提案、可決されていたので、故郷は党の継承物の一部にもなった。テイラーは、ジェームズ・マリソンとは異なり、会員が一詩人マリソンの総攻を取り上げたことを、喜んだ。決議案には、 外国人、治安処方がバージニアに、権力も効果もないという意味で意見があり、すなわち処方は無効であるとされていた。多くの学者、ホッホやアモンを含むは、マディソンが、決議案の採択前に、無効、権力も効果もないという言葉を削除したが、なぜ民主共和党の多数がこの文章の変更に、同意したかについては、注釈がなかった。民主共和党は、後のバージニア州知事で、 陸軍長官にもなったジェームズ・バーバーと共に意見に無効、権力も効果もないを含める結論に達したと指摘した。決議の内容を穏やかにすることから遠ざかり、マディソンが行った文章の変更は意味がなくなった。長期的に見て、決議の重要性は治安法への攻撃にあるのではなく、むしろ州の権限を強調する声明にあり、それが 無効化と干渉に異なる概念をもたらすことになった。ジェファーソンは、ある時点で、バージニア州が脱退するという脅しを入れていたが、最後は削除した。1800年1月、バージニア州議会は、マディソンが決議の原理を確認し、決議に対して受けた批判に反論する文書である、1800年の記録を採択した。ニューイングランドの諸州はすぐに、 この決議に対する意義を唱えたが、そのうちのいくつかの州は、間もなく、干渉と無効化という原則に関して、同意を表す機会があった。マサチューセッツ州、コネチカット州及び、ロードアイランド州各政府は1807年の、金融法を無視すると脅した。これは、各州が意見と考える法については、州に抵抗する、権限があるという考え方に立っていた。ただし、 実際に法を無効化することはなかった。ロードアイランド州が禁輸後のその立場を正当化するために、明白に干渉という言葉を用いた。それから5年のうちに、マサチューセッツ州及びコネチカット州は独自の合憲性審査に従って、州の権限を再び肯定することになった。この時は、米英戦争が始まり海岸地域を守るために、各州は、 民兵の派遣を指示された。米英戦争中の1813年にもう一度禁輸法が成立し、これはニューイングランドの貿易を阻害することになるので、コネチカット州及びマサチューセッツ州は再度これを問題にした。両州の最高裁は反対意見を提出した。次はマサチューセッツ州高等裁判所の声明である。ケンタッキー州及び バージニア州決議が発せられてから30年経った1828年からの無効化の危機ではサウスカロライナ州が関税に関する連邦法を無効化すると脅した。アンドリュー・ジャクソン大統領は無効化の原則に対して毅然とした宣言を発した。私はアメリカ合衆国の法律を無効化する権力が一つの州にあるとするならば合衆国の存続と両立しないものであり。 憲法にはっきりと定められていることに矛盾し、その精神によって認められるはずもなく、憲法が寄って立つ、あらゆる原則に一致せず、その作られた偉大な目的を破壊するものと考える。ジャクソンは脱退の権利も否定して、憲法は一つの政府を作り、連盟を作っているのではない。いかなる州も合衆国から、意のままに脱退できるというならば、アメリカ合衆国は一つの国ではない。 と言った。後に、エイブラハムリンカーン大統領も憲法は諸州を束ねる契約であり、いかなる契約もある党派によって一方的に変更することはできない、と言って、明約理論を拒否した。ケンタッキー州及びバージニア州決議の重要性について、歴史家の評価は分かれている。決議が長期にわたって影響したために、相反する感情を抱いている者もいる。 ジェファーソンの電気作成者メリルディ・ピーターソンは次のように説明している。ピーターソンの見方はジェファーソンが州の主権という立場を拒否したように思わせるが、実際にジェファーソンは決して拒否しなかった。むしろ、ピーターソンの著書、イギリス領アメリカの権利に関する外観から、その生涯を終えるまでの間、ジェファーソンは常にアメリカの植民地あるいは州は主権があるという立場を取っていた。 コッホとアモンの1948年の論文にあるように1798年の歴史家は当時の勝者にとって最も有益な方向に事件の解釈を誘導する傾向があったということである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。